こんにちは、長野インターネットスープと申します。こんにちは。こんにちは、お世話様です。今、長野県は上田市の掛湯温泉に来ております、はい、そこで面白いカフェがオープンしたというので、はい、ちょっとやってきました。そこの店主をされてます生田さんにちょっと自己紹介お願いいたします。そうですね、掛湯温泉の温泉場の中で、まあ、温泉まんじゅうですとかコーヒーの焙煎をしながら、自家焙煎コーヒーをしている、営業させていただいてます。生田と言います。生田純一、大きな商店ですね、はい、よろしくお願いします。今日はマルシェということで、まあ、いろんな方がたくさんこう来ていただいて、はい、でそこでこう出店しながら、まあ、この新しいお店、お名前なんて言うんでしょうか。ここはですね、ディアスペースと名前を付けたエリアなんですよ。はい、はい、ディアスペース、はい、どんな意味があるんでしょうか。掛湯温泉は鹿が教えてくれた、文殊菩薩が化身した鹿が教えてくれた温泉ということで800年以上続く温泉場なんですが、その鹿屋とそれからディアというね、知り合いになるという思いを込めて、そういう名前を、まあ、スタッフが考えてくれたんですけどね、はい、なるほど、なかなかいい名前ですね。ありがとうございます。今、まあ、ここに座ってるんですけども、はい、真下を見るとなんか水槽があるんですよね。はい、今水まだ入ってます。おい、これは何なんでしょうか。掛湯温泉ですよ。これも掛湯温泉。はい、掛湯温泉の掛け流しでもうちょっと終わっちゃいましたけど、はい、お湯をね運んできてまして、はい、はい、足湯をしながらコーヒーを飲んだり、ちょっと食べていただいたりっていうための、それすごいですね。ところですね。私初めて聞きました。あ、そうですか。はい、冬場でもね、まあ去年おととしなんかも外での足湯とか作ったりして、はい、イベントをやったりいろいろしてたんですが、いや冬場もね、はい、足を温めながら入りたい、飲みたいと思ったもんですから、うん、こんなのでちょっと無理やり作っちゃいました。ここ国道沿いでね、はい、いるんですけど、掛湯温泉のエリアが国道を更新させることで、はいはい、なんていうか迂回していかなきゃ入れない交差点になってしまってましてね、通り過ぎられてしまうことが多いんですよ。あ、はい、でまあ、中にはね、掛湯温泉の存在をよく知らないっていう方なんかもここ行き来したりされてるんですけど、うん、ちょっと足を止めていただいて、お湯に触れていただきたかったんですよね。はい、でこんないい温泉があるんだねって、入ってってって、中にある温泉、宿の立ち寄りでもいいですし、泊まっていただければよくいいですし、そういうその温泉場を感じてもらったりとか、お湯を感じてほしかったので、うん、それで温泉足を作りましたね。まあ、そうですね、まあ、掛湯温泉自体が上田駅から30分弱、松本駅から30分弱というですね、ちょうど真ん中なんですよ。で、僕らここに住んでると、どちらもこう生活エリアとしてね、行ってるんですけど、まあ、もともとその三瀬山トンネルというのが峠だったこと、それから中心地域と東進地域の交流があまりないっていう現状がね、まあ、昔からのね、長野県の成り立ちの中であるんですけど、それぞれ違う藩が合併したというね、流れあるんですが、その交流があまりない中で、掛湯温泉そのものが湯治場としての役割としてだけじゃなくて、その東進地域と中心地域をつなぐ役割も果たしていきたいなっていうふうに個人的には思っているんですね。単にカフェをこう作っただけじゃなくて、いろんなこう夢を叶えたいという、そういうなんかプロジェクトがあってお聞きしたんですけども、それにちょっと。そうですね、僕、まあ、正直言っちゃうと、僕別にカフェ営業やりたいわけじゃないんですけどね。そうなんですか。仕事としてね、コーヒーの焙煎なんかもやってますので、もちろんそれは好きなんですけれども、飲食店営業をするのは目的というよりも、はい、そういったエリアを作ること、うん、人が寄るための足がかりになる場所としてカフェがすごく、効果的なものですから、うん、それで足湯のカフェっていう形でさせていただいてるんですね。ですので道具は何でもいいです。そのカフェという道具であってもいいですし、はい、キャンピング場でもいいです、はい、仲間たちと今グランピングの計画なんかもあるんですが、車中泊をしてくださる方が、うん、利用できる RV パークなんていうのもこのすぐ隣に作る予定ではあるし、そこにあるようなテントですね、はい、ここでテントで泊まる方もいるんですが、うん、
あのスヌーズレンという五感を通した両方っていうのがあるんですが、はいはいはい、そういったものを中で展開していただくためにでかいちょっとテントを建てたんですけどね、はい、あのそんなことをやったりとか、あのいろんなツールを使って湯治場としての役割を果たしていきたいし、人々が交流してつながっていくエリア作りをしたい、それが目的なんです、うん、だからカフェもあくまで自分がゆっくりくつろいで自分自身に向かい合うとか、うん、あるいはそういう空間を通して仲間と友達と、うん、あるいは初めての人と出会って深くつながっていく、うん、そういう場所としてね、うん、カフェを活用したい、うん、それが目的なんですよ。なるほど、はい。まあ、湯治場といえば、まあ、長期滞在型っていうことがあると思うんですけども、まあ、最近そこまでこう長くこう滞在できるってこともなかなか厳しいと思いますよね。はい、でまあ、短時間で楽しんでいくっていう意味では、いろんなこうチョイスが必要になってくると思うんですけども。ああ、まあそれもありますね。楽しむところを作るっていうのもそうなんですけれども、そういう意味ではアウトドア、自然と触れていただくためのものとして、その川ですとか森への入り口っていう、ここは立地条件でもあるので、そのための場所でもあります。自然に触れるため。ただ、僕、湯治場っていうとどういう印象をお持ちですか？いや、なんかこう、体をこう休めるというか、なんかそんなイメージなんですけども。あ、そうですよね。まあ、一般的に何か怪我とか病気があって、それをそう治療するために数週間、数ヶ月っていう単位でこう投入して、温泉で温めながら治療するっていう場所、まあ、それが全国にある湯治場なんですね。だから何ていうか、病気を治す温泉場っていうようなイメージがね、年寄りが行くような場所だっていうような印象、イメージとしてあるかもしれないんですけど、もちろんそれはあります、あるんですが、病気を治すっていうだけではなくて、湯治場ってね、そこにある、ここの目的である本当の自分に出会う場所、本当の相手とつながる場所っていうテーマを実現するにはとてもいい場所なんですよ。そういう伝統、つまり自分の病気に向かい合って数週間一人でいたり、治療に向かい合っていくと、みんながね、同じことを考え出すんです。そもそもなんで病気治したいんだろう、はいはい、そもそも俺はどういう生き方したいんだろう、そういう生き方を俺毎日してるのかなって、自分の人生考えたりとかって、みんなそうなっていくみたいですよ。はい、まあ、病気を治すために集まってくる、まあ、温泉と、はい、まあ、考えた時に、まあ、そういった仲間たちがこういったカフェやなんかで触れ合うっていうか、なんて言うんでしょうかね。おっしゃる通りです。その通りなんですよ。そうやって自分のそのあれ、俺何のために行きたいんだっけみたいなことを考え始めた、うん、日常生活から離れて数週間いると、どうしても自分のことをこうにつながっていこうとするんですね、みんなが。うん、そういうタイミングにある人たちが、初めての人であってもこう裸でね、温泉場の中で出会ったりすると、本音のトークが始まったりして、人同士の本音がつながっていくっていう、そういう機能っていうんですかね、そういう空間でもあったんですよ、湯治場っていうのは。まあ、ただ僕の印象なんですが、やっぱり高度成長期で旅館さんなんかもビルになっていって、カラオケ旅行とか観光旅行、楽しむための観光っていう、それも大事なことなんですけどね、そちらの方にこう重きが行くようになって、なかなかそこの自分を見たりとか、人とつながるような空間というか、そういう作り方をついつい忘れがちな自分たちだったんじゃないかという、そんなこともありまして、もう一度ね、現代がそういう自分に向き合ったりとか、人に向き合ったり、そういうことがしやすい、そういうエリアでありたいなっていうのが湯治場の復権という意味なんです。今後どんな風にこうやっていこうと思ってるんでしょうか？やりたことはいくつもね、あるもんですから、だんだんにやってきます。そういう RV パークとか、まあ、要するに泊まれる場所を作っていく、はいはい、それからタイニーハウスっていうね、はい、小さな小屋住まいっていうことが10年ぐらい前から流行ってきてるんですが、はいはい、その小屋を利用して、まあ、オフィスとして使える場所であったりとか、はい、あ、オフィスね、仕事ってことですか？はい、ワーケーションってやつですね。あ、ワーケーション、はいはい、そういうことに使えたりとか、あるいは泊まれるようなちょっとした小屋も置いて、車中泊もできるようにして、まあ、車中泊やってるとね、やっぱり一泊ぐらいは旅館さんに泊まりたくなるんで、絶対そんなつながりも作りたいですし、そんなことやら川遊びのこと、それからサウナを建てたい、
いろんな一番あれじゃないあの音楽交流っていうことがすごく、ああそうなんですか、はい、ライブとかね、やってまして、去年も一昨年もイベント的にはやってるって言ってるんですけど、あの今年もそれをねもう少し規模を広げながら楽しもうかなというふうには思ってます、うん、さっき言ったような目的に沿うようなエリアの使い方、自然と触れることで、自分の本音に気づいたりとか、そういうあのエリア作りをこれからやっていきたいと思っているんです。なるほど、はい、まあ、夢や希望に向かって頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございます。どうぞ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。